当社の鳥居第六天は、埼玉県反応市反応にある少子。宗教法人ではない。西側に、四指定文化財、本郷第六天成石頭バーと歌詞樹がある。総建念不明。第六天は、神道では、面足命、高音命、仏教では高自在点と呼ばれている。この神を民間に広めるのに、主言道が関与したこと、主言根拠地の、支え観音道や、 おごせ山本坊に近いことから、鎌倉から室町時代に創建されたと推測される。江戸時代中期に広まった民間信仰であるとも言われる。周囲の地名は、昭時代六点となっており、当社が信仰されてきたことが推測される。社殿は昭和になってから建て替えられた。当社には、向井天狗の絵馬があり、岩井博美の著書に掲載されている。当社の裏にある大樹と、 遺体市東卍は、本郷第六天聖石東卍と河市樹として、市指定文化財に指定されている。1959年12月1日指定。大寺は白樺で、樹幹は、落雷によるものと思われる、大きな裂け目ができて空洞化している。この白樺の根元に2基の遺体市東卍が食い込んでいる。摩滅しているため増流年は不明だが、石踏みや、盆地の形式から、 鎌倉時代のものと推測される。この遺体死闘場は、元旧2年に、武州二股川で破れた、畑山重忠の墓であるという伝説がある。伝承によると、重忠の意外を家臣が車で、秩父に運んでいる途中、当時この付近にあった、反応の車返しの坂で動かなくなり、重忠の霊がそうさせていると察してこの地に葬ったと言われている。さらに、 この光景を見た当地の人々は、茂田が鎌倉にいた頃を懐かしんでここから振り返ったのだろうと思い巡らせ、この坂を見返り坂と名付けたという。ただし、史実では茂田が二股川で敗れた後、意外はそのまま同地に葬られたとされており、墓所についても、茂田生誕の地である旧、武蔵国小薄間郡、畑山郷に所在している。 埼玉県反応市大あざ反応320番に1号。ありがとうございます。